やっほー、もあけんどびのかだです。せーのだです。本日は先週末に行われた 2PM のコンサートのライブビューイングを見てきましたの感想をお話ししたいなと思います。はい、すごく現地に行きたかったんだけど、全然チケットが取れずに、ライブビューイングしか見れなかったんですけど、ライブビューイングでもすごく楽しかったので、ちょっとその話をしたいなと思ってるんですけど、2PM は、私、すごくずっとめっちゃ好きで追ってるっていう感じではちょっとないので、というか、ちょっとにわかファンなところもだいぶあるので、なんだろうな、情報とか記憶とかちょっとだいぶ曖昧なところもあるので、ちょっとその辺ご了承くださいませ。私はでも K-POP アイドルを初めて認識したのが 2PM からなので、思い出はめっちゃあるんだけど、ちょっとそんなにすごい詳しいってわけではないので、すいませんといった感じです。はい。で、そもそも、なんか私の友達たち、数人が、もう本当に、韓国デビューしてすぐの 2PM のすごいファンになったの。で、そこで、その人たちがみんな 2PM と韓国にハマったから、私も一緒にそれで新大久保とか行くようになって、で、なんかこう、2PM のライブの DVD とか、みんなで見たりとか、でそこで初めてこう K-POP アイドルってこんな感じかみたいなのを知ったので、そう、今思えばあの人たちすごい早いなと思うんだけど、そうなので、すごくなんかね、今年 2PM ってデビュー15周年なんだけど、だからまあ大体15年前ぐらいだから、なんていうのかな、その当時をすごい思い出すっていうか、 2PM って、結構多分好きな方もみんな同じようなこなんかイメージがあるんじゃないかなと思うんですけど、全然知らないこの韓国のカルチャーとかをなんか少しずつ手探りで覚えてったあたりで、いつもこう 2PM がいた感じなので、本当になんか当時のことをすごい思い出すし、15年前だから今ともうちょっといろいろ友達とか私とかもさ、それぞれ状況も違って、なんかその時は本当に なんていうのかな、友達とのその会う回数とかもめっちゃ多くて、なんかその時も本当 2PM の動画とかみんなでめっちゃギャーギャー言ってたのをとかも、なんかそういう楽しかった思い出とかも一緒に 2PM ってなんか思い出すので、なるほどね。そうなんかいい思い出ばっかりなんだけど、そう、特に2012年に 2PM が NHK の韓国語講座のコーナーを毎週やってて、でなんかそこで毎週数分の劇みたいなやつをやって、その中で大事なワンフレーズ、今週のワンフレーズみたいな感じで、なんか旅行で使える一言みたいなのとかを紹介してくれるのが毎週あって、それを毎週撮っては、初めて韓国語をそこから覚え始めた感じなので、そう、なんか 2PM って本当なんか私の韓国好きの第一歩っていう感じがするので、その 2PM のコンサート、久々に見に行ってすごく楽しかったです。で、今回のコンサート自体が 2PM にとって7年ぶりの完全体のコンサートだったんだけど、で、私も 2PM のコンサートに最後行ったの7年前だから、そう。なんか7年前の最後のコンサートじゃないんだけど、7年前に代々木第一体育館で 2PM を見て、やっとその時に初めて本物を見て、かっこいいってなったのに、そのままこう7年の時が過ぎて今回っていう感じなので、すごく楽しみにしてて、
で、そのさっき話した 2PM がデビューしたばっかり時に 2PM が好きだった友達たちもみんなちょっと離れてた子とかもいたんだけど、みんなダブル会員入り直して、うわ、コンサート行きたいねっつってみんなですごいチケット申し込んだんだけど、誰も当たんなかったっていうぐらい今回は本当にプレミアチケットだったんじゃないかなと、うん、な感じでしたが、まあずっとやっぱ 2PM 好きだったね方とかプロミス会員の人とか、うん、もういろんな人もいるから、うん、まあ仕方ないなっていう感じで我々はライブビューイングを見てきました。だからなんか、まあ、さっきも同じような話しちゃったけど、なんかやっぱさ、アイドルだけじゃなくてああいうなんか昔の曲とか聞くと、うん、もうなんかその時の気持ちをさ思い出しすぎてやばいというか、はい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 、なんか本当懐かしい曲いっぱいやってくれたんだけど、うん、なんかこう前奏とかが入るたびに、いやもうなんか友達とちょっと待って胸が苦しいって言いながら、あ懐かしすぎるみたいな感じで聞いてた、うん、そうすごいそういう意味でもう一曲一曲うわーみたいな感じで結構めっちゃ良かった、うん、息ができないぐらいなんかこうその当時のそうこととか思い出して、まあ韓国とかだけじゃないけどなんかそういう新しいこと好きになった時のさいろんなドキドキワクワクとかさなんかそういうのなんか新大久保さ今ほど全然人いなかったんだけどその当時なんかそこでなんかこうなんかなんだこれはと思いながらなんか韓国料理とか食べ始めたこととか韓国に旅行行ったこととかなんかそういうのも全部 一瞬にしてフラッシュバックしてくるというか 2PM の曲って。なるほどね。そういう感じですごく見てる間ずっと楽しくて、であとは1日目は TWICE が見に来て2日目は NiziU が見に来てたらしいので、うん、本当にね、うん、JYP のファミリーも勢ぞろいといった感じでなんかそういうのもやっぱいいよなって思いながら見てたんだけど、そうだね、あの I'll Be Back っていう曲があって、その曲がすごい有名な曲、昔出てた曲なんだけど、7年前に最後にやったコンサート、まあさ兵役とか行く前にその I'll Be Back を最後に瀬戸利の一番最後にやったんだって、うん、で今回の7年越しのコンサートの1曲目が I'll Be Back だったわけよ、うん、なんかもうこのためにこの曲が作られてたんじゃないかっていうぐらいの、うん、そうだからもう I'll Be Back 流れた瞬間からもうやばくてなんかテンションが、うんうん、こう6人が並んでコンサートやってるみたいな姿をさ、うん、こう見えるんだと思って、すごいもう1曲目からすごいテンションが上がりました。うん、そうで結構さ、そのあとはもちろん昔の曲もすっごいテンション上がったし、なんか結構 2PM の昔の曲って、うん、なんかちょっとなんて言っていいかわかんないけど、ちょっとなんかその当時の想像するクラブミュージックみたいな、なんかそういう結構アゲアゲな曲が多いの、うん、結構そういう PV とかもあったりして、うん、なんかそういう雰囲気も懐かしかったし、うん、あとはさ最近の曲でさ、ウイチーブとかさ、うんうん、エアヘとかさ、ああいうちょっとなんか大人セクシーみたいな感じの曲もあるから、なんか最近の曲はもう本当にめっちゃかっこよかったし、というかさ 2PM ってそのデビューした当時から野獣アイドルって言われててさ、この筋肉がみんなすごいいい体してて、ちょっとそういう セクシーな感じっていうのでさ、あの売っててさ、私はさそう韓国好きになる前からとにかく体のいい人が好きだったから確かにそう、それでなんか日本のアイドルってそういう雰囲気の人あんまいなかったじゃん当時。ああそうね、 それで 2PM から入ってるからこういうのでなんか韓国の人かっこいいみたいな、うん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 、そう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 、なんか
なんかそういうちょっとなんていうのかな、セクシーな感じの曲も多いし、いまだにみんなすごい体が良いので、普通になんかそういう意味でもすっごい楽しかった。かっこいいみたいな。一番こう、なんだ、今最近さ、私他のいろんな K-POP アイドル好きだけど、またちょっと全然違う目で見てて、グーみたいな感じで、それでそう思ってるのに、これは完全に私の個人的な感想だけど、7年前より今の方がさらにセクシーでかっこいいと思って、ここに、来てちょっとマジ 2PM やばいなって。いや、なんとなんかこう若者からさ、こうちょっとなんか大人な雰囲気入って、もともとこう結構なんていうのセクシーな感じだったのに、うん、そこにちょっとなんか大人っぽいセクシーさ入ったら、ああやばいなと思いながら見ておりました。うんうん、いやーちょっとかっこいいなっていう感じで、コンサート中はずっと本当。あ、友達と鼻血出そうだねって言いながら見てたんだけど、確かにね、今見てるアイドルとはちょっと違う色気だよね。そうそうそうなの、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 うん、そうっていう感じですごくセクシーでかっこよかったのと、あとは、やっぱなんか先週さ、私はシャイニーのコンサート行ってさ、シャイニーもまあ15周年だったから、まあ大体同じようなあの時期から始まってるけど、やっぱここの時期のさアイドルたちはさ、もう日本語がさペラペラだからさ、もう MC がめちゃくちゃ面白くて、あのすごかった。特にあのオクテギョンっていうすごいかっこいい人がいるんだけど、はいはいはい、オクテギョンがマジで面白くて、へすっごいよかった。よく喋るわーと思ってみんな。すごいね。めちゃくちゃ面白かった。だってね、言っても7年はさ、空いてるわけじゃん。うん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 。すごいね、その、楽しませ方が。すごかった。めちゃくちゃよかった。そう。っていうのと、あとは、なんか私、あんまりいろいろ詳しくないから、ちょっとわかんないんだけど、結構さ、K-POP アイドルのコンサートって、歌さ、もちろん歌ってる時もあるけど、結構さ、こう、かぶせというかさ、結構こう、声が入ってるやつに生歌をこうかぶせてるみたいな、うんうん、まあ、ダンス曲とかは結構多いじゃん。2PM ってこれ何かぶせ、あれな、全然なくないみたいな、どんな曲も。みたいな感じなの。すごい。そう、あれあれみたいな。ちょっとその辺はちょっと私も詳しくないからちょっと違ったらすいませんなんだけど、多分そうで、完全な生歌みたいな感じで歌ってる曲すごい多くて、てか全部なのかな、そんなことあるわけないかな、よくちょっとわかんないんだけど、すごくて、それは新しい発見だった。他のコンサートに多分この7年間ずっといろいろ行っての戻ってきたら、あれみたいな感じだったので、すごい良かったっていう感じで、終始本当にかっこいいって言いながら見てた。全員マジでいい体で、しかもすごいね、なんかあのパンサもガッと脱いだり、なんかちょっとさ、アイドルのファンダム、によっては少しこうなんだろうな、なんかタオル投げたりとか、なんかこうキスして物を投げてとかちょっと荒れたりとかするファンダムとかもしてるんだけど、もうそんなもうガンガンやってそのバンバン投げまくって、なんかもういいなと思って最高最高身ぐるみ全員剥がれるんじゃないかっていうぐらい、なんでもこうなんか投げてくれて、でなんかどっかから知らないなんかサイン、なんかなぜかサインペンまで持ってて、なんかサインしながらなんか投げたりとか、すごい、本当にすごかった。最後 T シャツ脱いで投げてる人もいたし、いいなと思って、惜しみなくていいなって思いながら見ておりました。でもやっぱりこうコンサート自体もすっごい楽しかったし、
2PM、JYP だけど、多分事務所を移っちゃった人もいたりするので、うん、あの、面との時に、その6人で今、こう、ステージに立ってるのが夢みたい、みたいな、うん、感じのこと言ってて、うん、いやでも本人たちもそうだし、ずっと待ってたファンの人たち、ホテルとカレスって言うんだけど、あの、うん、っていうのをファンの人たち、うんうん、あの、本当に夢みたいだよなと思って、そういう場面に、まあ、あのライブビューイングだけど、立ち会えて、うん、一緒に見えてすごい良かったなと思いました。なので、今回多分韓国で2日間、日本で2日間しかやってなくて、うん、でそれで日本も2日間有明アリーナってちっちゃいとこでやっただけだから、ぜひぜひ追加公演みたいなのやってよーと思って、生で見せてくれーって今思ってるとこです。そう。でもなんかまあ一応、まあ今回の公演の追加公演やってくれるかわかんないけど、今度はこんなに待たせないで戻ってきますみたいな感じの、待たせないですみたいな感じのこと言ってたので、うん、ちょっとね、また近々またコンサートやってくれるんじゃないかと、うん、なので、うん、はい、その 2PM 好きの友達たちもだいぶ復活して、もう LINE グループでも永遠に 2PM の話しまくってるんで、うん、そう、ちょっとまただいぶ 2PM 熱がこうみんなぐんぐん上がってる最中といった感じで、ちょっと加賀さんさんスケジュール管理もやばいよね、うん、うん、いいと思います、はい、でも本当にあの先週も言ったんですけど、本当にあのそれぞれのアイドルにそれぞれの良さがあって、うん、ベテランにはベテラン、うん、若い子に若い子の良さがあって、うんうんうん、全コンサートでいいなって思ってしまう、うん、いやすごいね、本当に一個もさ、うん、本当、うん、あーいまいちだったなみたいな一個もないじゃんマジですごいよね、すごい、それだけやっぱ K-POP アイドルってレベル高いんだなって思う、うんうん、うん、はい、といった感じで大満足でした、うん、ちょっと 2PM また6人の活動がたくさん再開されるといいなと願っております、うんうん、ではまた次の動画でお会いしましょう、またねー、またねー。